ました。水菜とニンニクとわけぎです。これらをまた植えていきます。畑が草だらけになりました。定期的に草は抜いてるんだけど、ねえ麦さん、草は抜いてるんだけど、定期的に、この辺はないけど、向こうがもう草にまみれてしまってます。この間食べたサニーレタス、根っこを残しといたけど、やっぱり芽が出なかった、ダメでした。そしてその後食べたサニーレタスは周りだけカットして食べたら、ちょっと増えたかな、増えたような気はあんまりしないけどね。そしてうちのレタストリオ、これもちょっと、何もいいさ、何もないよ。このレタストリオも周りだけ食べたんですけど、まだまだある感じがしますね。はい、このレタスだけなぜか虫がついてなくって、同じホームセンターで買ったこっちのレタスは虫に食われつつも成長が遅いと。あー、もうあなた。そしてこっちの白菜は種からやったやつなんですけど、もう全部虫に食われてしまいましたちょっと何なのあなた、うねうねを歩くのやめて。ちょっと、キャベツが、キャベツは元気ですね。はい、ネギがあるんだけど、ちょっと草に覆われてこらもう好き放題やってます。果樹園をパトロールしているみたいです。チンゲン菜と春菊を手に入れたので、余ったスペースに置いていきたいと思います。本当はできる限り手をかけずに野菜に備わっている自然の力だけで育ってほしいんですけど、草に覆われてしまうと日光が遮られて育たないので、野菜の周りだけ草むしりをしました。こぼれ種が勝手に生えて実をつけることもあると聞くので、ゆくゆくは種の採取すらせず、本当に完全に手をかけずに野菜が育つようにしたいんですけど、その種と土壌や気候の相性がよっぽど良くない限り、なかなか難しいんでしょうね。そのあたりは今後の研究課題にしたいと思います。ちなみに草むしりは2回行いました。その後は急な冷え込みのせいか草が生えなくなったんですけど、同時に成長が止まってしまった野菜もありました。ゆっくり成長するものなのか、それとも土の栄養が足りないのか。肥料は一切使わないので、栄養不足であれば仕方ありませんが、とりあえず様子を見ているところです。草むしり終了。だいたい周りの草だけ取りました。ちっちゃい畑と思ってたけど、手で草むしりとかすると結構大変です。この上のあたりを少し草を刈って山菜でもちょっと植えたいなと思ってますあなた元気よすぎおお、なんか上手に裂けたね一応端っこ言ってくれました、はい。全然ね、間引きをしなかったんですね。で、ちょっと今日は間引きをして、それから間引きしたやつでちょっとご飯を作ってみようと思います。あ、ちっちゃい大根ができてる。よいしょ。こんなにたくさんになっちゃいました。でもちゃんと大根になってるんですよ。
すごーい。ちゃんと人参になってるんですよ。かわいい。まあこれもね、まだまだいっぱい間引きしなきゃいけなさそうなので、定期的に間引いていただきたいと思います。じゃあ、お米だよ、お米。ね、もみ殻のついたお米、こちらを、ちょっと、精米というか玄米にね、していこうかな、ちょっと。すり鉢でできるって書いてあったので、これでちょっとやってみようと思います。やってみますか。じゃあね、軽くやってみるよ。ちょっと量が多かったかもしれない。よし、これぐらいの量でどうかな。さらに減らしました難しいなあ、あんまり強くすると潰れちゃう、 お米が割れちゃうらしいので。あ、取り散るなあ。あ、できてる、できてる、できてました。わあ、地道な作業。じゃあできたやつはこの中に入れていって、これでこれいっぱいになったら1合です。1合分あるかな。ちょっと1合分は難しいかな。1時間でたったこれだけ。あー、ちょっとこれはやばいな。麦さんのボールなんだけど、なんかゴムボールみたいなやつがあったので、これでちょっとやってみて。まあさっきよりはちょっとマシかな。はい、ということでもう2時間以上経過しましたが、たったこれだけしか取れませんでした。まだいや、まだこれだけ残ってるんですけどね。でね、こうやってみて分かったんですけど、加減が難しくって欠けてしまったり割れてしまったりとかっていうことにもなってるし、なんかもう数少ない大切なお米がどんどん減っていってしまって、これじゃあもう茶碗一杯も無理かもしれないっていう状況になってしまいました。アマゾンでもみすり器を見つけたので、ちょっとこれでやってみようと思います。はい、ということで、もみすり器が届きました。ちさ、正式名称は米麦水分測定器用と書いてありますね。なのでもみすりをメインにするものではないみたいですちさ、マジでちっちゃい。むぎさん、食べ物じゃないんだよ。食べ物じゃないの。ごめんね。食べ物じゃないんだ。で、この中に入れて、くるくる回すと、出てくるみたいですね。じゃあね、ちょっとずつやっていきましょうか。これを入れまして、できるのかな？これぐらいかな？回します。え、どっちで？お、あ、結構硬いぞ。で、ひっくり返して、なるほどね、こんな感じで。で、見たら、あ、いくつかお米ができてる。できてるか、どうでしょうか。あー、できてますね。でもまだ全部ではないか。よし、じゃあこれのね、できたやつを分別するのが大変。もみ殻だけちょっと台所でフーフーしてきます。じゃあもうちょっと時間かかるけど、これで手で分別していきます。
ゃんくつろいでるね。手伝ってくれたらいいのに。コシヒカリのもみすり終わりました。もうね、ご飯茶碗一杯も取れませんでした。厳しい。まあだけどこれはコシヒカリなので、まだ黒米が残ってるので、私の場合は1合炊くとだいたい3倍ぐらいいけるので、1/3だから60の目盛りぐらいまで頑張って作りたいと思います。麦さん手伝って。今晩のご飯作ってるからちょっと待ってね麦さん。さあさあ、これ本当に黒米なんでしょうか。いきます。おお、黒米だ。すごい、できてる。じゃじゃーん。あ、違った。じゃじゃん。わあ、すごい。ちゃんと黒米ができてました。みずはできてたよ。すごいね、感動。あ、でもなんかちょっとやりすぎたかな。あ、やりすぎてちょっと白くなってる、白米になってる。あとなんか削れてしまったやつもある。なのでちょっとやりすぎたらダメですね。わあ、難しいなこれは。2時間半でこれだけ。まだ3分の1にも満たしておりませんが、もうねちょっと時間がかかりすぎて、もうちょっと晩ご飯が遅くなっちゃうので、ご飯茶碗にちょこっとしかないとは思うんですけど、とりあえず今日はこれで炊きます。しばらくここで置いときます。大根葉、人参、ラム肉、鶏肉、豚肉、ふみさんお出かけしてていいよ、パトロールしてきていいよ。ちょっと時間かかるから。早いね、パトロール。まだまだできませんよ。お待たせしました。ちょっと待ってね。間引きした大根と人参と鶏肉、豚肉、ラム肉、そして馬刺しをトッピングしましたね。大変長らくお待たせしました。はい、じゃあどうぞ。おー、いい食いつきだねムニさん。
という間に平らげてます。まずは我が家で作った初めてのご飯、一膳にも満たなかったけどなんとかできました。すごく美味しそうです。そして間引き人参とシーチキンのマヨネーズサラダ、間引きした大根の葉っぱと豚肉の炒め物、そして間引きした大根の大根側を入れた味噌汁、まだちっちゃかったけどネギを入れました。そして今日はちょっとね、いつも最近お酒ばっかり飲んでたのでお茶をいただきたいと思います。杉菜茶。お、お兄さん全部食べたね、気がつけば。すごいじゃん。じゃあいただきます。お兄さんとっとと食べ終わったね。じゃあまずは我が家のご飯いただいてみます。ちょっとね、おこげが最後焦がしたらダメだったのに、今回はちょっとおこげができて少なくなっちゃいました。いただきます。いただきますよ、麦さん。うん、ご飯です。おいしい。じゃあ麦さんもちょっと。はい、どうぞ。食べたね。いやー、美味しかったんですかね。いや、よかった。さてさて、じゃあ温かいうちにお味噌汁。うん、大根が見当たりません。いた大根大根の味がするんでしょうか。大根の味してます、わずかにですが。美味しい。うん、で大根の葉っぱで炒めた炒め物。うん、これも美味しい。あ、あったまる。間引きした人参のツナマヨサラダ。全部食べてくれたし、満足した。あー、美味しかった。美味しかったね。美味しかったね、今日は。全部きれいに食べて。ね。美味しかった。我が家の庭で採れた野菜で作ったら全部食べてくれるのかな？そう？本当？よっしゃ。じゃあ頑張って育てるね。だから麦さんもパトロールこれからもよろしくね。よろしく。よろしく。ね。